はい、2014年4月7日月曜日、青いヘアニュース、今回ですね、私の復帰第1弾ということでですね、本当に心配してくださった皆様、そして本当にエールを送ってくださった皆様に、本当にね、簡単ですがちょっと挨拶させていただきたいなと思います。ネロです、よろしくお願いします。今回ですね、本当に、まあ、思い起こせば 2ヶ月前、まあ、高熱が続きまして、ね、それがなかなか下がらずに、そのまま病院に行って、そしたら、まあ、心臓病だっていうことは自分で分かって、まあ、それで、まあ、手術を受けて、まあ、その時本当に、なんていうんですかね、本当にいろんな方からエールをいただいたり、本当にいろんな方から、声援をいただいたりしつつ、まあ、自分でもブログとかにね、いろいろ今回のことを、書きました。そしてまあこうして本当に復帰できたこと、そのことについて本当にね、自分でも良かったなと思うし、心からね、皆様に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。正直ね、自分でもね、心臓病なんつってね、聞いた時には全然復帰なんてまあ難しいんだろうななんて勝手に思ってましたけれども、本当にね、現代医療というかですね、まあ、それとか先生のね、いろんな、まあ、尽力あって、そしてもう本当になんかね、やっぱり人のね、声、そしてエールとかね、本当に気持ちがなんか僕を救ってくれたのかななんて思いつつ、そしてやっぱりどうしてもね、やっぱりここに戻ってきたかった、ここのね、やっぱりステージに戻ってきたかった。やっぱりもう病床にいる時もね、なんだかね、歌ってることばっかり考えてるんですよ。で、なんかこの詩はこうだとかね、なんとかね、いろいろ考えちゃったりしてね、自分やっぱ好きなんだなと。そしたらね、やっぱりまあ今もね、こうやってまあまだ骨折してる段階なんだけれども、そしたら病院の先生が歌うってすごくいいことなんだよなんつって背中を押してくれて、そして本当にいろんな方のね、サポートあって、こうやってまたステージに今日立てて、本当にそれがとっても嬉しかった。で、本当に今回いろいろ考えたこと、いろいろ勉強になったことたくさんあります。本当に生と死みたいなのをいろいろ考えたし、そういうのはすごく、病気になってこんなこと言うのもおかしいけれども、よかったって。で、自分で、自分の身に刻めてよかったって。本当にそう思います。そして、これからも、どんどんね、表現者として自分で表現していこうって、そうやって心に誓ってます。これからも、こうして青い部屋、そしてね、ネロ、頑張って表現して、本当に何かしらいろんなね、例えば僕本当に今回いろんな方、病室の中でいろんな人見てきた、いろんなリハビリやってる人見てきた、本当にその中にはいろんなたくさんのお年寄りもいたし、まだ若くてね、僕よりも年下でそういう風になってる方もいた。そういう人たちに自分ができること何かなって思った時に、やっぱりそういう風に歌で何かしら本当にパワーを与えることができたら、自分の人生本当に何の悔いもない、そう心から思います。そしてそのことに人生をかけてこれからも生きていきたい、残された人生そこに燃やし尽くして生きていきたいと本当に心から思ってます。これからもよろしくお願いします。本当にありがとう。青部屋ニュース、チャンネル登録はこちら、みんなよろしく。チャンネル登録してよ。